自分がオーストラリア来る前にどれぐらい英語喋れてたのかっていうのをねビデオで録画してあるんで、それとね学校を卒業した時に軽いスピーチみたいなのを英語でしたんで、それとねちょっと比べてみてどれぐらい英語力が変わったのかなっていうのをね見ていきたいと思います。こんにちは、しょうです。今回はですね僕の英語力についての動画なんですけど、僕こっちオーストラリア来てからもだいたい3ヶ月ぐらい経ったんですけど、いやーめっちゃ早い、ほんまに。ここも3ヶ月だけ行ってて、で僕の中ではね結構その3ヶ月めちゃくちゃ楽しかったし、めっちゃ友達もできたし、いっぱい英語喋った時期なんですね。だからね他の人から見て変わってるかわかんないですけど、自分の中ではめっちゃリスニングもできるようになってるし、スピーキングもめっちゃできるようになったんですよね、感覚的には。今回の動画でね僕の英語力がどれぐらい伸びたかっていうのをね見ていこうと思います。でね自分でもね、まあ、どれぐらい喋ってたかっていうのはね覚えてないんで録画してるんですよ。自分がこっちオーストラリア来る前にどれぐらい英語喋れてたのかっていうのをねビデオで録画してあるんで、それとね今回僕学校を卒業した時に、まあ、軽いスピーチみたいなのを英語でしたんで、それとねちょっと比べてみてどれぐらい英語力が変わったのかなっていうのをね見ていきたいと思います。でね自分もねまだその動画見てないんでね、編集の時に見るんでちょっと恥ずかしいんですけど、自分の中の感覚ではその英語の文章を作るまでの時間がめっちゃに短くなったなっていうのと、あとは自分が持ってるボキャブラリーってそんなないんですけど、その少ないボキャブラリーの中でどうやって文を組み替えて伝えていくかっていうのが結構ね昔と比べてね上手くなってると思うんで、学校に行ってね思ったことなんですけど、日本人の文法ってめちゃくちゃできてるんですよ。だいたいねクラスのテストとかでやってほぼ全員上位が日本人、グラマーはね。でも授業で喋ることに関しては日本人はめちゃくちゃ不得意なんですよね。で僕もそうやったし、文章なんどうやって作っていいかわからんし、喋ろうと思っても喋られへんみたいな。もう書いたら書けるんやけど、喋ろうと思ったら言葉が出てけへんみたいな、そんな状況やったんですけど、でねその授業でももっと先生がねもっと喋ったら上のクラス行けるよみたいなこと言ったから、僕ね結構本気で頑張ってたんですよ。2週間くらい本気でもう喋りまくろうと思って、文法ぐちゃぐちゃでもいいからもう喋りまくろうって言って2週間ぐらい本気で上のクラスを目指すために本気で喋ってたら、それがきっかけでね多分ねちょっと英語の文章作るのが上手くなったんかなと思って、ねえそれ昔と比べたら英語がスラスラ出てくるようになりました。うん。でねクラスもね初めプレインターミディエットっていうところだったんですけど、最終的にはインターミディエットっていうところに入りました。プレインターとインターミディエットどれぐらいのレベルかっていうと、まあ一番下がエレメンタリーっていうクラスなんですけど、その上がプレインターミディエット、その上がインターミディエットで、でその上がアッパーインターミディエット、でその上がなんかマスターみたいな、そんなやつやったんで、まあ中間かな、ちょっと下のクラスから始まってやっと中間レベルの英語力になったぐらいですね。ということで僕の英語力がねどんなんだったかっていうのね見ていきましょう。はいどうぞ。Hello, I'm Chou. I'm taking video now because I want to know my English skill will be well better than now.So I'm recording now. I'm going to go Australia. I'm going to go Cairns in Australia tomorrow. I'm really excited now. And also I feel I feel nervous.I'm nervous now, a little bit nervous. And I'm looking forward to see my host family
She has four childs. She has job. She has four children. And they're already adult. So they live far away. This is my English level now. So it's not good, right? Anyway, I'm really looking forward to go to Australia now. What do you do now? Your English get better now? No pressure, no pressure. Thank you, my friends. Thank you, everyone. And thank you for singing a song on my birthday. I really enjoyed my school life. I came to this school for 3 months, just 3 months, but my English has improved a lot. Especially my listening and speaking. At first, I came to this school. I didn't understand what teacher said. And I needed to make sentences in English. But now, I can communicate with people in English. I have made a lot of great friends. So let's keep in touch and hang out. Enjoy your life. Good luck. Hi, どうですか？卒業式で携帯見て喋ってるんですけど、僕めっちゃ緊張するんで、喋りたいことをすぐ忘れるんですよ、前に行って喋ったら。だからね、それを忘れないために何を喋るかっていうのをね、箇条書きで書いてて、でそれを見て、パッと見て自分で文章を作って、頭の中で自分で文章を作って喋ってるって感じですね。だからね、ここになんか長い文章が書いてあるとかじゃなくて、これ喋る、これ喋る、これ喋るみたいな感じで書いてあって、それを自分でね、英語に変換して喋ってるみたいな、そんな感じで喋ってるんでね、結構ね、前の動画と比べたら喋れてると思いませんか？多分ね、他の人から見たら分からんかもしれんけど、自分の中ではめっちゃ速くなってるんですよね。で、実際ね、その文章から文章、ここの隙間がだいぶ短くなってると思うんですよね。だからね、やっぱね、語学学校ってね、学校にもよると思うんですけど、真剣にやってほんまに上目指そうって思って、恥ずかしがらずに文法ぐちゃぐちゃでもいいか喋ったら、ほんまに英語力って上達するんやなって思いました。でね、僕日本でもスピーキング上達させたかったんで、いろいろね、 YouTube とかで英語スピーキングどうやったらできるようになるかみたいな調べまくってやってたんですけど、みんなやっぱ恥ずかしがらずに文法ぐちゃぐちゃでもいいからとりあえず喋れみたいなこと言ってる人が多かったんでね、ほんまかいなって思って、あとはね、独り言みたいな言ってる人も多いですけどね、実際ね、文法ぐちゃぐちゃで喋って本当にそれが英語力上達に役立つかっていうとね、めちゃくちゃ役立ちます。てかね、文法ぐちゃぐちゃでもいいし、恥ずかしいっていうのはまず捨てた方がいいですね。僕のクラスにドイツ人とか、まあスロバキア人とかの人がいるんですけど、その人ね、テストとかで全然点数取れてない、文法のテスト全然点数取れてないのに、スピーキングはめっちゃ自信満々に喋ってるんですよ。で、意味も伝わるんですけど、まあね、やっぱり時間、過去形とかもう全然間違ってるし、文法もところどころぐちゃぐちゃやったりするんで、それでね、自信満々に喋ってるからめっちゃ喋れてるっていうようにね、見えるんですけどね、実はね、そんなに喋れてないっていう
のがありますね。たまにね先生も理解できてない時もあるんで、だからねあの人たちがなんで喋れてるかっていうとね、喋ってないんですよ正しい文法では、正しい文法では喋れてないけど、喋る自信満々に喋ってるからめっちゃ喋れてるように見えるし、意味も伝わるんですね。で日本人とかって間違ったらどうしよう、文法これで合ってるかなとかそういうの気にするんで、ちょっと自信なさげで喋ってしまう。で何って聞かれ、なんて言ったって聞かれたら、あもういいもういいみたいな、自分間違ってるんからもういい、やっぱいいわみたいな、そんな感じの人も多分ね、そういう感じの人が多いと思うんですけど、そのね僕のクラスメイトのドイツ人とか、僕がねなんて言ってるんって聞いたら、なんでわからんのみたいな感じで、まあそんなこと言ってないんですけど、そういう気持ち、気持ちっていうか勢い、自信満々に喋ってるんですよね。それがねやっぱスピーキング上達する人としない人の違いかなって思って、だからねみんなほんまに英語喋ったんやったら文法ぐちゃぐちゃでもいいからとりあえず喋れっていうことですね。日本人の人ね大体文法できてるんですよ。文法できてるからあとはもう喋るだけみたいな。とりあえず喋ってたら、初めはね文法ぐちゃぐちゃなんですけど、その喋ったことを後で、あここ間違ってたかなみたいな、そういうのを後ででいいんですよ。ちょっと気づいたら、あここ違うかった、次はこう言い換えてみようみたいな、そう次はこう言い換えた方がいいかなって思って、でその場でちょっとつぶやくみたいな。例えばねどういう感じでつぶやくかっていうとね、とりあえず頭で思ったこと喋ってみる、英語上達させたいって言いたいとして、 I want to improving my English って言ったとすると、まあそれ間違ってるじゃないですか文法的には。でも意味は伝わるんですよね。それで喋った時に、あ自分間違えたなって思ったら、もうその場でね訂正して喋る。例えば今 I want to improving って言ったけど、そこimproving じゃなくて improve やから、 I wanna improve my English って、自分でね気づいたことはそこで考え直して、自分があ間違ったかなって思ったら、後ででもその時でもいいんですけど、自分であここ間違ってるって分かったら、もうその場で自分で考えて訂正して、もう一回一人でつぶやくっていうのもいいし、ここちょっと分からんかったなって思ったら、ちょっと携帯とかメモして家帰ってから見て調べて、あ違うかったんやっていうのをねやっていくと、次その英語を喋るとき、その英語を喋るときに気づくんですよね。気づくっていうか、次その英語を喋りたいときに、あここ前間違ったからこう喋ろうっていうのが分かるんですよ。でそれが分かったら、もうそれを一個一個ね地道に重ねていってね、そのミスを少なくしていくっていうのをしていったら、もう絶対喋れるんでね。僕もねまだ全然わからない単語とかもいっぱいあるし、どうやって表現したらいいかわからない英語文章っていうのもあるんですけど、やっぱりねその訂正一個ずつしていったら、ちょっとずつねできてるような気もするんですよね。だからね皆さんもそういう感じで、ね、地道にやっていきましょう。でねやっぱね何を始めるにしても、一番初めに自分のスキルがどれぐらいなのかっていうねビデオを撮っといたらね、めっちゃね自分がどれぐらい成長したかっていうのもね役に立つんで、それめっちゃおすすめです。僕も何回も思うことがあって、うわ初めの頃どれぐらいできてたんか知りたいとか、まあ、例えば僕ゲームやってたんですけど、初めの頃のゲームの動画ってあんまり残ってないんですよ。僕が初めの頃どれぐらい下手だったかっていう動画が残ってないんですけど、それがないから今の自分と昔の自分を比べれないですよね。だから自分がどれぐらい成長してるかっていう実感もあんまり湧かないんですよね。だから、ね、皆さん何を始めるにしても、絶対初めにね自分のスキルがどれぐらいだったのかっていうのをね記録しておくといいと思います。それはビデオとかでもいいし、なんかね記録して置いておくといいと思います。
それで1年後とかに見返してみて、自分がどれぐらいね成長したかっていうのをね知ることができるんで、めっちゃおすすめです。ということでね、今回は、学校をね卒業したっていうのと、3ヶ月間でねどれぐらい僕の英語力が上達していったかっていうのをね比較する動画でした。もしね良かったと思ったらグッドボタン、コメント、チャンネル登録もよろしくお願いします。もしね僕がね英語だけで喋ってる動画を見たいっていうリクエストがねあったら、その動画もなんか作ろうかなって思うんで、もしかしたらね英語オンリーで喋る動画を作ろうかなって思ってるんで、はい、リクエストあったらやろうと思います。その英語オンリーのリクエストだけじゃなくて、他に何してほしいとか、ワーホリでこんなこと気になってるとか、オーストラリアのどんなところが気になってるとか、そういうリクエストがあったらね出していこうと思うんで、よかったらね皆さんリクエストください。お願いします。ということで、ショーでした。バイバイ。